本日はディサローのジンジャーフィズを作っていきたいと思います。まずは自家製のジンジャーシロップを作っていきます。まずグラスに氷を入れていきます。ディサローの30ミリ、自家製のジンジャーシロップ20ミリ、そう氷に当てないように、ディサローのジンジャーフィズの出来上がりです。